はい、どうも皆さんこんにちは。ファッション系 VTuber の西園寺ロイです。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、本日も、VTuber ファッションチェックをやっていきたいと思うんですけれども、本日もですね、僕の所属するベースの先輩の虎の天下さんのファッションチェックをしていきたいと思います。イエーイ。はい、というわけで、早速登場していただきましょう。それがこちら、ドーン。はい、こちらが虎の天下さんなんですけれども、前回紹介させていただいたグリエル姉さんとは違って、少し、派手な印象のある天下姉さんなんですけれども、実はいろいろファッションの素晴らしいポイントが、詰まってますので、それを紹介させていただきたいと思います。毎回恒例の、事務所の先輩にはですね、アンケートを取っておりまして、まず一つ目がこの衣装のコンセプトを教えてください。そして二つ目がこの衣装のお気に入りポイントを教えてください。そしてアンケートの三つ目が衣装を一言で例えるならということでアンケートを取らさせていただいてるんですけれども、まず一つ目、大人っぽさもあるチャイナ服ということで、はいはい、なるほど。これですね、僕は思ったのが、どことなく和な雰囲気も感じさせるようなチャイナ服で、日本人の方にもね、馴染みやすくなっているのかなと思いました。で、チャイナ服の歴史を僕調べたんですけど、実は今のチャイナ服の形っていうのは作られ始めたのが1920年代で、かなり最近の話なんだなと思いました。チャイナ服というのはね、新しい文化なんだなということを調べてて、気づきました。はい、そして、2つ目、自分のお気に入りなところ、これですね、1位から3位までつけていただきました。本当にアンケート細かく答えていただきありがとうございます。はい、ということで、まず第1位、靴下が色違いなところ。なるほど。あとですね、デザインですよね。チャイナ服特有の結び目があったりして、僕はすごく工夫されてる靴下なのかなというふうに思いました。第2位がですね、耳についてる紐の飾りが実は靴にもついているところというところなんですけれども、はい、こちらとこちら見ていただければわかるんですけれども、同じアクセサリー飾りがですねついてまして、これもねすごくいい工夫だなと思いました。上半身とね、下半身に共通のポイントがあったりすると、おしゃれとしてはすごくまとまって見えるので、色であったりとか、あとは形であったりとか、同じものを上半身と下半身のコーディネートに落とし込むのもすごくテクニックポイントの一つだなと思います。はい、そして第3位、服や靴下の部分にハスの花の絵を散りばめているところということなんですけれども、かっこ虎の天下の名前に花が入っていることにちなんでということで、あともう一つ僕がいいなと思ったのが、色を変えてることによって、あ、ここ同じなんだって気づかせるファッションの楽しみを一つ追加してくれているという部分で、すごくいいポイントだなと思いました。僕がいいなと思ったポイントほとんど言っていただいてるので、これはめちゃめちゃもう本当に工夫されたコーディネートなんだなとも思いましたし、あとはですね、ものすごくこうファッションの細かいところにも気遣える方なのかなというふうに思いました。下半身に意識を置けるっていうのがすごいポイントだなと思ってまして、僕もそうだったんですけど、実はファッションに興味を持ち始めたての時は上半身に力を入れがちなんですよ。おしゃれを1段階レベルアップさせるためには、パンツであったりだとかスカートであったり、アイテムに気を使っていくとおしゃれに見えるポイントになるのかなと思います。そしてズバリ衣装を一言で表すと、虎の天下だけが似合う衣装、これは本当に確かにってなりました。これ何が確かにって思ったかっていうと、名前にちなんで衣装を選んでいるなというふうに思いました。花という字がね、名前に入っているので花を入れましただったりだとか、すごく、名前とマッチしていて、ファッションの想像がしやすいし、あとファッションと名前がリンクしていることによって覚えやすくなるんですよね。そういった工夫をされているっていうのはすごくグッドなポイントだなと思いました。はい、はい、そしてですね、僕が一番注目したポイントなんですけれども、これがですね、露出のバランスなんですけれども、グリエル姉さんと対照的にニーハイを履いている分ですね、上半身で露出のバランスをとっていて、すごく素敵だなと思いました。僕の中で思ったポイントが、肩から腕にかけて露出をしているんですけれども、肘周りをあえて隠すことによって季節感の偏りも抑えているんですね。これが肘周りも出ていたとすると、かなり夏に寄った衣装になってしまうんですけれども、冬にね衣装として着ても、違和感のない衣装になっているので、すごくこの季節感のバランスだったりとか、あとは露出のバランスっていうのが取れた素敵なコーディネートだなと思いました。そして2つ目、派手な色を使っているのに目に優しいというポイントなんですけれども、これはなぜかというと、明るい色に対して反対色に近い色でバランスを取ってるんですよ。これ髪をね、色を抜いてブリーチをした方には分かると思うんですけれども、金にした際に紫シャンプーというものを使って黄ばみを抑えるんですけれども、それとね似たようなコーディネートのバランスになっていまして、派手な色を使っているのに目に優しい、そして全体的に落ち着いたコーディネートになっているのかなと思いました。ここすごいですね。はい、
そして、全体を通してなんですけれども、天下姉さんの一番いい部分は露出のバランスが本当にいいなと思いました。これは男性というよりは女性に対して言えることなんですけれども、コーデを組む際には出しすぎず適度に出すと男性はグッと惹かれるので、コーディネートを組むときは意識をしてみてください。ぜひ皆さん今後も動画のチェック、そして今回の動画高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで以上、ファッション系 VTuber のサヨンジロイでした。バイバイ、ありがとうございます。